どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかで続きいきましょう。身支度を全て整え、いざ出発。時間的にはかなり余裕があるな。ゆったり統合できそうだ。おおうっす。昨日と同じように玄関先で千鳥と合流した。おいじゃ、行きますかね。あ、ごめん、一人準備に手間取ってる。すずちゃん、忘れ物したって。あー、そっか、あいつもか。嫌そうな顔でくしゃくしゃと頭をかいた。気持ちはわかる、すずねの相手は疲れるからな。スズネを待っている間にお隣さんから2人出てきた。おはよう。ララネーと、ルルネーか。あ、おはよう。2人ともうちの学校の制服、青色のリボンはスズネの1個下の2年生。今日は、あー、なるほどね。今日はお隣さんのお姉さんであるとも同時に俺たちの先輩にもなる。考えてみるとうちの学校知り合いだらけだな。ああ、そうまちゃん、いとこずついてるよ。え、どこ？待って。近寄り何気ないシーサーで俺の肩に手を伸ばした。肘にララネーの胸がわずかに押し付けられる。不意の柔らかさに一瞬息をするのを忘れた。ありがとう。うん、なら早く。はい、じゃあ学校でね。またね。昼帰り2人は歩いていった。一緒には行かないか。半ば無意識に肘に手を添える。胸の感触がまだ残っていた。今日はいい日になりそうじゃないか、相馬よ。どうしたの？なぜか千鳥が不機嫌になっていた。ああいうところこすいよな、あいつ。え、何が？何でも行こうぜ。まだすずちゃんが。ああ、そっか。返しかけた機密を返して面倒くさそうな表情で髪をかき上げる。スズネが難しい顔をして腕を組む。これはくだらないことを考えている顔だ。今日は君たちにとっての初登校だ。ふらふら歩くだけではつまらん。そうは思わないかね。思わない。そこでだ。上級生である私が君たちの初日を思い出深いものにするために提案します。無視やった。おほん、わざとらしく咳払い、たっぷり間を取って話し始めた。遅刻してるという体で投稿してみるというのはどうでしょうか。みんなで息を切らせて走りするよ。行こうぜ。うん。バーカを放置して歩き出した。ああ、待て、ひどい。無視するなよ。涙目になりながら追いかけてくる。全面的に千鳥に同意だった。なんだよもう、私の方が年上なのにね。生意気だよね。いいよもう。はいはい、普通に行きますよで。ブチブチと愚痴りながらも先頭を歩く。あ、学校はこっちだよ。知ってるよ。千鳥が机の上に乱暴にカバンを置いた。ダメだ、朝からスズネの相手は疲れる。あいつのせいで2倍は時間かかったぜ。思いつきで動くからね、あの人。捨てられた三輪車にまたがってこけたり、野良犬を追いかけて全力疾走したり。困った姉だ。これから毎日あいつと一緒かよ。頭痛いぜ。ミオは楽しかった。
ミオちゃんだけはスズネのあらゆる行動でキャッキャと笑っていた。もしかしたらこの子がスズネを調子に乗らせているのかもしれない。要注意だな。おっす。おはよう。おはよう。教室に入ってきたキリンジ君と挨拶を交わす。自分の席にカバンを置いてすぐにこちらに戻ってきた。まだ。何？昨日思ったんだけどさ、一条が二人もいるだろ。どう呼べばいいのかなって。と、まあ確かに。だってこういうことは早めに聞いておかねえと呼ぶとき困るだろ。名字で区別できねえなら名前で呼べよ。うん、それでいいよ。おめえ自分で名前で呼べって言ってたじゃねえか。体に身を合わすシャイな人らしい。ミオのこと、ミオでいいよ。え？ミオでいいよ。な、名前で呼ぶの？うん。でも俺、女の子のこと名前で呼んだことないから急にもじもじし始めた。そんなにか、そんなに恥ずかしいものなのか。何照れてんだよ。図体でけえくせに気がちっちゃいな。だって女の子とあまり話したことないんだもん。まさかのカミングアウトに千鳥が吹き出す。あ、これはに集合ね。ほらほら千鳥、さっさと動け。なんで名指しなんだよ。行こうか。はい。あ。四人で教室を出た。そうま。うん？あいつかなりのバカだ。バカってひどいな。でもにやりと笑う。悪いやつじゃなさそうだ。うん、俺たち4人いい仲間になりそうな気がした。今日からいよいよ新しい年度を迎えます。皆さんは一つずつ学年が上がり、青空の下、十日姉ちゃんの話を聞く。眠そうな様子は一切なく、キリッとした顔をしていた。切り替えすごいな。1年間ただ漫然と過ごすのではなく、たった一つ、一つだけで構いません。目標を持ち、充実した日々を送ってほしいと、そう願っています。もし道に迷ってしまったら、ぜひ相談してください。こうして一段高い場所で話してはいますが、私は教師である前に、あなたたちの良き友人でありたいと思っています。おお。そして、喋り方もゆっくりではあるけれど、普段の間延びした感じはない。まるで別人のようだった。頼りなさもなくて、しっかり者の雰囲気なんて出しちゃって。家の姉ちゃんと学園の姉ちゃん、どっちが本当の顔なのか、ちょっと混乱する。皆さん、最後まで気を緩めることなく、共に頑張っていきましょう。以上です。一礼し、朝礼台から降りていく。気を緩めることなく、普段の姉ちゃんを知っているだけに微妙に説得力がなかった。はぁ、あ、はぁ、あ。その後に続いた様々な連絡事項をあくびを噛み殺しながら聞いた。あるよね。懐かしいな。オッケーで、明日はオリエンテーションがね、またあるから。本格的な授業は来週から。明日は1年生だけ午前授業だね。よかったね、楽できて。あ、そうそう、土曜日はね、自治会主催の新入生歓迎会があるから。自由参加だけど、できるだけね、参加しなよ。せっかくさ、上級生たちが準備してくれてるし、楽しいからね。友達もできちゃうしね。よし、今日はね、これで終わり。規律と礼は省略。また明日。
静香さんが出て行き、教室がざわめき始める。さてさて、帰りますかね。鈴音に絡まれる前によ。急げよミオ。あー、おっせーな。俺先に行くぞ。待って千鳥。あ、教室を出かけた千鳥を呼びかとめる。振り返り、とある人物に視線を注いだ。よかったら一緒に。ああ、あいつか。あ、プリントをカバンに詰めていたキリンジ君が間抜けた顔をこちらに向けた。そんなわけで4人で下校と相成りました。で、どこ行きたいんだ。どこと言われても、どこに何があるのかさっぱりだぜ。キリンジ君は親元を離れて1週間前にこっちに越してきたばかりらしい。慣れない土地で一人暮らし、友達を欲しがっていた気持ちもよくわかる。俺も札幌に行ったばかりの頃は心細かったから。ミオはね、ゲームを買いに。お前には聞いてない。拗ねた。千鳥やミオちゃんに結構厳しい。あ、ゲームショップいいな。毎日暇でさ、ゲーム機の一つや二つ欲しいところなんだよな。ゲーム好き。おお、好き好き、最高の娯楽だよな。わかるよ。それを聞いたミオちゃんの瞳が輝いた。ミオちゃん、アニメとかゲーム好きだしな。二人は気が合うかもしれない。実家から持ってこなかったの。いえ、厳しくてさ、ゲーム機なんて一つもねえんだ。ダチの家でこっそりやらせてもらったくらいだな。でも今は一人暮らしだろ。やりたい放題じゃん。やっべえ、テンション上がってきた。俺かよ。ふんふんと鼻息を荒らげながら拳を鳴らした。なんかノリがうちの四女と似ているな。スズネとも気が合うかもしれない。ミオが面白いゲーム教えてあげる。マッチで、やったぜ。近くに詳しい人いてよかった。おー、やべ、テンションクライマックス。でもここら辺にゲームショップねえぞ。千鳥の一言で上がりきたテンションがガクンと下がった。ま、でも入手できないわけじゃない。にやりと笑う。千鳥も意地悪だな。あそこ連れてってやるか。八角橋商店街のミステリースポット。ああ、あそこか。いいね。ミステリー、何それ。ついてからのお楽しみかな。だな。よし、行こうぜ。うん、あ、え。で、どこ行くの。ねえ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 ってば。え、どなた。あ、私、一条相馬の姉の。走れ。え、走れ。おい、なぜ逃げる。おお、全力でかけた。予定を変更してファミレスに。とりあえず次回行きましょうか。お楽しみに。俺さ、この間ドラクエ初めて買ったんだけども、ちょっと聞いてもらっていい？あのスライムどうやって食うん？食う？おう。いや、そういうゲームじゃねえから。おお、マジか。いや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 。